はい、おはようございます。今日は12月の我が家のメダカとその後のシジミのご紹介です。実は10月12日に入れたシジミはあれから1週間ほどで全滅しまして、もうなんか先月は動画を撮る気もせんかったのが正直なとこです。しかし4月に入れたシジミは生きてますんで、ちょっとそっちをレポートしますと、ここのこの奥にあるのがこれです。ちょっと取り出してみたいんですが、この寒い中土の中入ってるのにちょっと取り出すのあれなんで、ちょっと米高の方を取り出したいと思います。米高がこっちですね。砂利が薄くしか引いてないので、シジミはちょっと転がってるといった感じで入ってます。取り出したいと思います。これ取れました。こんな感じですね。砂に潜ってたらもうつかんのですが、やっぱ砂に潜ってないとものすごい藻だらけになってます。えらいことになってますね。こんな感じです。寒いですが、まあ元気に生きてくれてます。ありがたいです。あそことこことここ2個入ってます。こんな感じでシジミは元気にしてくれてます。生きててくれてよかったと思います。とにかくもう今寒いので、ちょっとメダカの方も冬支度といった感じです。これから1月2月ですね、どんどん寒くなっていきます。みんなが無事に越冬できたらいいなと思います。ではまた、来月お会いいたしましょう。皆さんも風邪などひかれないようにお元気でお過ごしください。